道理康成、昭和61年10月22日生まれ、兵庫県高砂市出身37歳。境川部屋所属最高位は関脇。小学生の時から相撲はやっていたが、本格的に取り組むのは高校で埼玉境高校に入学してから。アマチュア時代の実績は？2年生の時までは試合に出る機会もなかったが、3年生の時は師匠が豪栄道、副将が妙義龍だった。インターハイでは優勝は豪栄道だが妙義龍は準優勝。高校卒業後は日体大に進学。4年生の時に国体で優勝。これで幕下15枚目格付け出し資格を取得。卒業後の平成21年5月幕下15枚目格でデビュー。入門後の実績は？幕下を4場所連続5勝2敗で通過。平成22年1月新十両。だがこの場所で左膝前十字靭帯断裂。休場を続け3段目下まで番付を落とす。大怪我だったね。だが復帰後は番付を一気に上げていき、十両復帰後は2場所連続で十両優勝を果たし、平成23年11月新入幕。その勢いは止まらず平成24年7月新小結9月に新関脇。この間に3場所連続で技能賞受賞。大関候補にもなるがそれは果たせず、ベテランになる今も幕内で活躍している。優勝争いに加わった場所もあり今も存在感を示している。相撲の上手さは随一だけにまだまだ上手い相撲を見せてほしい力士だ。頑張れ妙義龍。